はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police の91日目プレイをしていきたいと思います。博物館の古代彫刻に窃盗犯が激突。どういうことだ、激突って。あとは歌手カレンスパークル、フリーバーグ到着で、最後フリーバーグは海外旅行好きが多いと旅行会社がコメント。僕と同じですね。僕もね、海外旅行好きで結構行くんですが、最後は嫌がることを無理やりさせても意味はない。まさにその通りですよ。やめましょう、嫌がることはね。まあ、相変わらずこのヒントがよくわからないんですが、では今日も元気に出勤していきます。で、レイクウッドは息子が交通事故に巻き込まれました。医師たちが懸命に救命処置を取っているところです。今日はどうにも仕事にならないので休暇を取ってもいいですか。いや、これはもう休んでください。ではこれでいきましょう。まあ、レイグウッドだけなんで十分に対応できる数の刑事と警官が入ってますね。ちょっと刑事がこっちに偏ってるんで、刑事を配置替えしましょうか。シフトを少し変えていきましょう。シフト B の方に変えていきますかね。ではメッセージの方から確認していきます。ベイカーは全ての試験クリアーと。お、給料がまた 10% アップしましたね。で、警官1人アップ。そうだな、ここは、反乱、お反乱派なんさんを、じゃあ、シフト、B の方に追加していきましょう。で、さらに、もう1人雇える？じゃあ、グレイ・ゲイ。グレイ・ゲイってなんかな、強烈な名前だけど。グレイ・ゲイをシフト A に追加します。いや、シフト B の方が良かったかな。まあ、いいか。で、スワットをレベルアップできるんで、効果 150% にアップ。もこれマックスなんだろうな、きっと。で、刑事も雇えるってことなんで、シフト B の方にアート・ゴーティンを入れましょう。これはシフト B に追加します。こんなところかな。で、早速自動車事故が入ってきます。ルート22、麻薬中毒者の運転する車両が対向車線に侵入、バンと衝突した後、さらに5台の車を巻き込む事故を起こした。ドライバーたちはなんとか無事だったが、車から降りるところを始めた。対立が起こり、状況悪化の一途をたどっていると。まあ、これはでもしょうがないというかね、当然起きますよね。反対車線に出てきたら、普通一方的に反対車線に来た車が悪いだろうってなると思うんですが、じゃあ3人送ります。3人必要だって言うんでね。で、 50% シェアします。自動小銃を巻き上げてはマフィアに流してるんで、一向にね、犯罪減らないですよね、これだと。新人物アパートハウスです。インターハウスハードウェアストアの従業員が従業員がオーディス・アダムスという名の不審な男が爆発物を作るのに必要な複数の材料を注文したことに気づいた。アダムスにはいくつもの前科があり、過去には爆弾で脅迫したこともある。これ前科持ちっていうのがポイントですよね。じゃあここはバスティアンとホンティノットを派遣しておきましょう。前科がなければ派遣しないんだけどな。でも従業員もすごいですよね。買ったものだけで爆発物が作れるかどうか判断できるっていうのはすごいよな。で、不審人物フリーバーグ小学校ですね。ここ数日学校付近に不審な白のバンが止まっていると若い教師から通報。私が車に近づくと走り去ってしまう、生徒たちが心配だわ。まあ一応じゃあこれも警官出しますか。なんかガセネタっぽい気もするけどな。自動車事故の方は肩がつきましたね。まあ、警官の能力も全体的にアップしてきてるんで、安心して見ていられるっていうメリットは出てきましたよね。捜査の方に人を突っ込みますか。じゃあ、刑事を突っ込みましょう。誘拐の方はどうにもなんないよね。なんない、しょうがない。一旦これで送ります。で、アパートハウスの方ですね、警察が
容疑者の家の玄関に近づいている。こんな状況で開けろ警察だと叫ぶが、開けてくれ、インターハウスからの届け物だというか、何も言わずにノックするか、まあ、普通開けろ警察だって言った方がいいよね。化学防護服を着た男が警察に気づくと、ベッドサイドテーブルで必死に何かを探し始めた。いやこれ危ないな、銃口を向けて動かないよう命令するか、容疑者を部屋の中央に押し戻し腕を押さえ込むか、部屋を調べて手がかりを探すか。これだって銃を取り出す恐れがありますよね。まず銃口を向けて動かないように命令しましょう。さすがバスティアンだな、きっちり犯人を取り押さえてくれてますね。じゃあミニマートでの暴行事件の方に行きましょう。5人の10代の若者が男性にタバコをくれないか尋ねたが、若すぎると言われ拒否。若者たちはその男性に襲いかかり、地面に押し倒すと全力で蹴り始めた。全力か、全力で蹴るって相当跳ね上がりますよね、蹴られた方は。ウェイトレスのニコル・シェルトンがこの状況を目撃、警察に通報。あの若者たちは狂っている、彼を殺してしまうかもしれない。まあそうだよな、全力の蹴り食らってんでしょ。だってうーん、新人物の方はガセですね。白いバンのドライバー、女性の配達員、うん、ランチ時間中は中学校付近で車を停車。なるほど、子供たちの笑顔を見て落ち着いた気分になっていたと。めっちゃいいやつですね。では強盗未遂の方に行きます。窃盗犯は手先を巧みに操り、シェリー・ミラーが持っているダイヤの指輪をくすねた。しかし彼女はすぐにそれに気がつき、日本式の強烈な指固めで反撃。コソドロは気を失っているわ、今のうちに逮捕しに来て。これも完全に犯罪が起きてますからね。まあクリストファー爺さんとか、ごめんなさい。今日の18時20分に郊外で、ごめんなさい、しゃっくりが出始めてしまいました。どうしようかな、事件の内容を見て決めますか、サンドの言うことを聞くかどうかは。で、農場での暴行事件ですね。昼休み中の従業員数名が昨日のサッカーの試合について口論、そして従業員の一人が激怒、トラクターで他の2人を引き殺そうとした。建物の中に避難した目撃者は気が狂っているギリギリのところで逃げてきたと言っているわけだな。これももう事件が起きてるんで、そのまま派遣したいんですが、戻ってきたね、戻ってきたんで、モンティノットとドレイク、この2人を派遣しましょう。いや警官の数もう1人2人欲しいよな。でミニマートでの駐車場、タバコの話の事件ですね。パトカーが来ても無視、若者たちはその年配の男を攻撃 し続けた。サイレンを鳴らすか、凶暴な2人の若者を捕まえるか、いや葉巻を持ってきたぞというか、まあ、ここは一旦サイレンを鳴らして気づかせましょう。若者の集団を警察を見ると四方八方に散らばって逃げた。一番弱そうなやつを追うか、動いたら撃つと脅すか、威嚇射撃をして動かないよう命令するか、まあ、ここは少し過激に行きましょう。威嚇射撃をして動かないように命令します。 OK、 さすがフロリドだな、まあ、フロリドを派遣しとけば間違いない。今日は事件多いな。大規模の喧嘩騒ぎ、ストライプのシャツを着た男たちが噴水の中に入ってお互いを水中に沈めようとしている。急いで溺死してしまうと。これでももうあの噴水使ってる時点でアウトですよね、完全に。スワットチームも出します。強盗未遂の方はスカンロンとホックスマンで無事対処してくれました。今日は事件が多いな。報酬会ですね。ラストピクチャーシネマ。起こった女性の集団がハードボイルドウーマン2というアクション映画の公開日に抗議に押し寄せた。映画館の経営者に映画の公開をキャンセルするよう要求、状況は悪化と。いやーこれは結構な数の警官が必要だと言われてるけど、まずは暴行事件の方の対処しちゃいましょう。何、市民が死んでる、マジか。犯人捕まえたんだけどな。
モンティノットとドレイクだけでは足りなかったってこと？大規模な喧嘩騒ぎの方は、噴水の中にあった男たちはふざけ合っていただけ。でもこれダメだよね、もうこの時点で。仮にそこで噴水で体を洗うのが習慣だったとしてもだ。18時20分のレイプ事件ね。マイケル・メイは裸で血まみれになっている若い女性が豪邸のフェンスをよじ登って外へ出ようとしているのを目撃。女性は叫んで助けを求めたが、家の中から男が現れ、女性の髪を掴んで家の中に引きずり込んだ。先週、近隣住民たちはこの豪邸で夜通し開催されたパーティーについて不満の声が上がっていた。この豪邸はサウリチアラビアの王子であるマリク・ケファーヤの住居だ。これレイプ事件を見逃せって言ってんのが、サンドは。いや、ダメだ。警官を出しましょうと思ったら、一人では行けないって言ってきたの？いや、二人で行けって言ってんだけどな。戻ってくるのを待ってと思ったんですが、究極の選択。リチャード・バンダール。ジャック、こちらの不幸な涙ながらに語るつもりはない。どうかまた署で働かせてください。どうしても必要なんです。助けてくれますよね。あなたはもうすぐ定年。なんなら給料1年分を前払いしてもいい。断らない方があなたのためです。あなたが裏でやってきた取引のことは全部知っている。一本電話かけるだけで全て片がつく。あなたを葬り去るのに必要な証拠も全部揃っている。でもそんなことはしたくない。仕事さえくれればいいんです。分かってくれますよね。いや、仕事あげるよ。全然足りないもんだって。こっち素晴らしい。ジャック、あなたは愚か者だという者もいるでしょうが、私はそう思わない。あなたは天才だ。そう、俺は天才だ。で、レイプの方ですが、きっちりここは女性も含めて。いや、バンダールひどいな。でもバンダールは本当にひどい。カスだな。能力実行とか言って。爆破予告の方ですね。市役所の管理人から待合室に不審な男がいると通報。その男たちは引きずったように横を向いて人々を眺めているんだと。スパイかテロリストだったと思う。これはガセネタだな。スルーしましょう。いや、バンダノールひどい。バンダールか。能力値5って疑うよな。ラストピクチャーシネマでの映画を差し止めろって言ってきている集会ですね。巨乳のヒロインがいやらしいポーズをしている映画のポスターを指さして、性差別は社会の病だと女たちが抗議をして叫んでいる。女の一人は前に出てくると、抗議者と話をしようとしていた映画監督に石を投げつけた。これはダメだよね、投石しちゃったら。石を投げた女を逮捕するか、誰がチケットを余っていないかというか、抗議者たちに落ち着くよう説得するか。いやー、巨乳のヒロインがいやらしいポーズをする、最高じゃないか。誰かチケット余ってないか。いや、見たいですよね、普通に考えたら。僕はどっちかっていうと巨乳の女性よりもスレンダーの女性の方が好きなんですけど、スレンダーで巨乳だったらそれが一番いいですからね。ま、石を投げたら逮捕です。事件が多いですね、本当に事件が多い。武装強盗事件。ピエロのマスクをした2人の男がオートショーに乗り込み、展示されている中で一番高級な車の鍵を渡すよう要求。マネージャーがためらうと、その男たちは彼の足を撃った。え、撃ったの？現場に居合わせた来場者が店の窓から走って逃げ出し、警察に通報。だ、発砲したんでしょこれ。いや、スワット出すべきでしょ、こここそ。ジョーカーみたいですよね、ピエロって。レイプ事件の方のメッセージですね、サンド。まあ、ここはしっかり犯人を捕まえたと。で、サンドからは失望のメッセージが来てますね。で、ナイトクラブの方では銃声が聞こえたと。銃声が聞こえたら、まあさすがに出すしかないな。2人で行ってほしいって言ってるんだけど、じゃあ3人で行ってください。で、爆破予告の方は確実にガセネタでしょう。
ガセネタでしたね。ただの一般市民と。で、カーショップの方は、プラスで2人派遣しましょう。ちょうど2人余ってますからね。まあ余ってるっていう言い方あれだけど、待機してますからね。さあ、このままもう事件はいらないよ。殺人事件の方とかの証拠写真はないね。ちょっとまた改めて事件会は事件会でプレイをしていきたいと思いますんで、一旦ここはもうスルーをしていっちゃいましょう。もう事件が解決できる気がしないよな。ナイトクラブの方ですが、従業員も客も仮面とコスチュームを身につけている。外にいる客たちは静かにダンスを楽しんでいたが、中から衝撃音が聞こえてきた。ホールの奥へ行くか、リスの衣装を着た女性を捕まえるか、2階へ上り様子を確認するか。まあ2階に上がって様子を見ましょう。フロアがよく見渡せるところから中身を確認するのが一番いいですよね。音楽が止まり自由性が鳴り響いた。ダンスをしていた人々はパニックに陥った。ほう。ホッケーマスクをつけた男が発砲。リスの衣装を着た女性を押し倒した。男を撃つか、ホッケーマスクを着た男を追うか、女性を助けるか。まず男を撃ちましょう。ここはもう、ホッケーマスクを着たホッケーになっちゃいましたね。ホッケーマスクを着た男は通りに逃げ出し、自分の車に乗り込み警察に発砲を続けている。クラムのドアの後ろに隠れる。男を撃つ。タイヤを撃つ。どうしようかな。まずは自分の身の安全が大事なんで、ドアの後ろに隠れましょう。その上でスワットチームを出しておいてよかったですね。犯人も無事逮捕できて、今日はなんとかなりましたかね。武装強盗の方も4人出してますからね、大丈夫。バスティアン出しとけば安心だよな。フロリダをバスティアン。このシフト A チームは結構盤石かな。はい、というわけで怒涛の事件ラッシュの91日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は92日目プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。